マーチ CG891 は、マーチが1989年の F1 世界選手権用に開発したフォーミュラワンカー。設計者は、エイドリアン・ニューウェイ。前年の成功作、881を受けて製作されたマシンで、881と比べて重量バランスの改善、空力のリファイン、軽量化が図られている。マシン名の CG は、 ドライバーのイヴァン・カペリのマネージャーで、同年初頭に交通事故のため死去をしたチェザーレ・ガリボルディのイニシャルに由来する。エンジンは、ニューウェイがジャットに特別に作らせた76度と狭い、バンク角を持つジャット EVV 型8気筒エンジンで、1989年シーズンはマーチに独占供給された。リアセクションのレイアウトは、エンジンマイナストランスミッションマイナスデフという、 この年流行したレイアウトを取り入れている。CEG891 は第三戦モナコから881に変わって実戦投入された。だがチームドライバーは CEG891 に悪戦苦闘し成績は低迷した。ミッションケースの合成が不足しており EEV エンジンの信頼性も低かった。1989年シーズンイバン・カペリ。 マウリシオ・グージェルミンの両ドライバーは CG891 で、経営27回レースに出走し、完走は6回にとどまった。CG891 の失敗の理由について、関係者は様々に語っている。当時レートンハウスのコミュニケーションマネージャーだった、安川実は、CG891 の失敗の原因を度が過ぎたためとしている。軽量化。 コンパクト化に比重を大きすぎた結果 CG891 はセッティングを出すのが難しく 1mm のセットの違いで全く操縦不能になるかと思えば違う 1mm で V8 勢のトップを走れるという極めて神経質な性格を持っていたという。エイドリアンニューウェイは風洞での試験結果と実車の走行結果にズレがあり風洞の罠にはまったとしている。また、 ジョン・ジャットは従来の CV エンジンに対して強格の EV エンジンではバンク間にホキルを収めることができず、レイアウトに難しさがあったと語っている。ありがとうございます。